はい、それではこれから朝顔の成長を予測できる人工知能アプリの作り方をご紹介していきます。朝顔の成長を予測するアプリについては、以前に YouTube の方でご紹介させていただいています。このような YouTube で、その動画の中で紹介している、プログラムが、このような形で、そのプログラムで実行してみると、こんな風にデータが返ってくるんですけれども、値がちょっと低い値ですね、にすると、マイナスの値が結構でかいです。なので、予測するアプリとしてはちょっと不十分な部分が、あると考えられます。で、理由としては、この、プログラムの中では、朝顔の成長を記録したデータをですね、線形回帰を行って、アルゴリズム処理しています。なので、赤い点々が、こちらの朝顔の成長を記録した元のデータ。で、青い線が、この動画の中で紹介している線形回帰処理をした予測値になります。なので、確認してみると、こういった単発的な入力では、はっきりわからないんですけれども、グラフ化してみると、初期値のあたりでマイナスの値が大きく、そして、この二次曲線的に変化しているところでも、予測値、実際の値と予測される値の、乖離がちょっと大きいんじゃないかなというふうなのが確認できます。なので、この時は線形回帰を行ったため、このような、結果となりましたが、今回は線形回帰ではなくて多項式回帰という、N 次元のですね、グラフにも対応できる、学習アルゴリズムを使って同じ元データに対して処理を行っていました。結果としては、このような乖離がでかかったものが小さくなっているというような形です。で、最終的な形としては同じように、任意のアドレスですね、公開して、テストできたら面白いんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっとですね、マイナスが出てしまうんですけれども、これはデータが少なかったり、あとはプログラムの中でマイナスの時にゼロにするとか、そのような、条件分岐をつけていくと、うまくいくんじゃないかなと思います。こんな形で、線形回帰の時に比べると、まだマシな予測データが出力できるというふうになっています。特に、初期値と、あとこの50のあたりですかね、40、50、こう急激に伸びるあたりで、いい感じの値が出るようになっています。はい。それでは、実際に作っていきます。で、この動画で紹介させていただくコードについては、GitHub の方で公開してますので、こちらも参考に進めていただくといいんじゃないかなと思います。こちらの、Jupyter Notebook のファイルを使って、処理した内容をご紹介していきます。まずはですね、こちら元データ、朝顔の成長記録の元データをグラフにして確認したものです。ちょっとこのあたりデータ抜けてるんですけれども、二次曲線的に変化してるんじゃないかなというのが、とってわかると思います。そして、2行目、2つ目からが、多項式回帰するためのデータの準備ですね。データセットになります。もともとの朝顔 CSV を読み込んで、そして、1列目の日にちのデータを X に当てはめてます。で、レングス、朝顔の長さについては Y に当てはめてます。それは、ここの iLock ですね。こちらで制御しているような形になります。このポイチョンで、配列化で、0×1 次元の配列にしているということですね。でこれが1が抜けると最初の日付だけのデータが出力されるとなります。どうしてこの2次元の配列にする必要があるかというのは、この後ですね、線形回帰や多項式回帰の処理を行っていくときにデータ形式が2次元の配列でないと処理してくれないので、こんな風にデータセットしているというふうになります。で、実際に取得した、整理したですね、データをプリント XY で出力して確認しています。こんな風になっていきます。はい。で、次はですね、これかな。
読み込んだデータを、訓練用とテスト用に分けます。どちらもですね、この X と Y 両方のデータを、訓練用とテスト用に分けるように処理しています。これは、トレインテストスプリットの関数を使うと、分けることができます。で、テスト用に、大体3割ぐらい、訓練用に7割ぐらいを当てはめています。で、実行した結果、もともと X は、まあ、こんな感じで、データがあったんですけれども、で、スプリットですね、分けた結果、トレイン用にですね、トレーニング、訓練用にこれだけ、テスト用にこれだけ用意したというふうになります。はい。こちらどっちも X の値ですね。で、もともと X の値はこう、1から、小さい順から大きい順並んでたんですけれども、このスプリットしたときに、バラバラになりました。このバラバラのままでは、グラフの描画とかでちょっと不具合が出てくる場合がありますので、この時に、データを並び替えてきれいにしておきました。ソートですね。ナンパイのソート関数で、処理しているような形になります。まあ、ここですね、ソートだけでいくものと、そうでないものがあるというのだけ、知っておきましょう。はい。そうですね。X の方は2次元の配列なんで、ナンパイのソート。で、Y の方は1次元ですね。Y の方は元と1次元の配列なんで、そのままソート関数でいけてるというような形になります。で、処理した結果ですね、プリントで打ち出してます。このように並び替えられてきれいになりました。これで、データの準備ができましたので、次は、多項式回帰ですね。こちらの、まあ、関数を使っていくような形ですね。これですね、関数。で、使い方としては、関数の括弧の中にこれが、N 次元の、配列、処理になってきます。まあ、6次元で処理していると。まあ、4次元とか3次元とか、任意の値をセットすればいいと思います。ただ、あまり大きい値を与えると演算がですね、パソコンへの演算負荷が大きくなって、なかなか結果が出力されないとありますので、うん、まあ、一桁台が適当なんじゃないかなというのは、いろいろ数値を変えてテストしてみると面白いと思います。で、まあ、多項式配列した、するですね、これをポリレッグというふうにネーミングしてます。まあ、こんなふうな、型になりますかね。で、それを、多項式回帰を X の横軸の値だけに与えます。fit transform というのは、fit 関数と transform どっちもするということですね。まあ、横軸の X トレインですね。日付、テスト、訓練用の日付データに対して、多項式回帰で処理したものを、まあ、transform データをそのままセットするというような内容になります。それを X ポリに置き換えてます。X トレインのデータが X ポリに変わるということになりますね。で、どんな風に X ポリになったかなというのをチェックしてみますと、ナンパイの配列形式は変わらないんですけれども、X 日付のデータだったんで、二次配列ですけど、一つしかもともとなかったですね。トレイン。こんなデータだったのが、すいません。こんな風にすごく増えてます。1次元のデータが6次元になったためにこんな、大変なデータになっているというような結果になります。はい。ちょっと再生したかどうか覚えてません。再生しておきます。はい。そして、まあ、これで、ここまで行きましたね。で、まあ、こんな風なデータが出て、で、それを、X、まあ、横軸の値と、Y の、朝顔の長さですね。の日付で、訓練するというような形になっています。ポリレッグですね。多項式配列で処理しています。で、このようにすると、今度は、予測値が取得できるようになってくると思います。で、例えば、まあ、50日目のデータを取得したいなと思って、テストデータですね。を与えて、やってみると、まあ、こんな風なデータが返ってくる。という風な結果になります。
あのフィットトランスフォームをですね、データセットの時にしてあげないと出力が得られないというのがちょっと多項式回帰の特徴でもあります。で、そうですね、まあこの時訓練して、プレディクトで予測値を取得してませんので、これでプレディクトで、このテストデータをですね、予測50日目を予測してみたいということですね。でポリデックが、多項式配列のことを意味してたと思います。ポリデックですね、この6次元のことですね。6次元の処理で、予測値をくださいということですね。これを実行してみるとエラーが出ますね。多項式回帰についてはプレディクトがないですね、まあ、予測できないということなんですね。なので多項式回帰を使った、時でもですね、線形回帰でもう一度、データを、まあ、フィット訓練させてあげる必要があるということになってきます。で、まあ線形回帰のですね、関数を使って、ラインレグですね。で、XPOLY2 ですから、この50日ですね。50日というデータを、50日目のですね、予測値を得るために、まあ、このような遠回しの処理をして、実行してみると、まあ、大体43センチかなというような値が出るようになっています。まあ、50日目ですか、このあたりですかね。で、43。まあ、そんなに悪くない値だと思います。で、これはまあ、単発的なですね、スポット的な、予測値の取得になってきます。スポット的な予測値ではなくって、まあ、連続的なですね、横軸。この日には、どれぐらいの長さかな、この日にはどれぐらいの長さかなという連続したですね、予測値を取得するために、グラフ化すると分かりやすいです。で、今回はですね、まあ、赤が元々のデータなんで、こんな風に書いてます。で、連続的な予測値を取るために、これが点々ですね。で、X 軸が X テスト。今までは訓練用の X トレインを使ってましたが、今回 X テストで、まあ、テストデータで、実行してみるということですね。で、X 軸が X テストで、まあ、6個の値。これは上の方を見ると、X テスト、これですね。これになってきます。で、5から97っていきなり結構飛んでますので、そのために、まあ、こんな5から97とあと100何本という形で飛んでるようなデータになってます。で、まあ、X に対して Y の予測値がいくらかなというのが、この行で演算されているような形になってきます。X のテストですね。X テストのデータを、まあ、フィットトランスフォームして、で、ポリレックが、多項式回帰ですね。で、予測値については、線形回帰でプレディクトするというような、まあ、長い、式になっています。まあ、これで、処理すると、まあ、この90何日目の時はこれぐらいかなというふうな予測が得られているというふうになります。まあ、こんな風にグラフにしてみると分かりやすいんですが、ただ値が抜けているために、ちょっとこの辺がうまくいってるかどうかというのがよく分からないですね。そのために、この横軸ですね、X テストのデータをすごく増やしてやります。そうすると、細かいですね、この予測値のデータを取得できますので、X テストがこれだけしかないんですけれども、それを、ナンパイのアレンジ関数を使って、まあ、5からミニですね、5からマックス150までの間を、0.1 刻みにデータ変換するということですね。そうすると、まあ、プリント X グリッドしてますけれども、こんな風にむちゃくちゃデータが増えるという風になります。で、その増えたデータを使ってですね、これは、X グリッドのまま、このままでは1次元の配列なんで、それを2次元に、変換しているような処理がこちらですね。X グリッド ×1 次元の配列という処理なんで、まあ、こんな風に処理できていると。これで、多項式回帰や線形回帰にデータがフィットできるということですね。それでもう一回、グラフ。これは、
ここで書いたプログラムと一緒ですけれども、この X テストっていうのが今度は X テストがすごい増えたデータ、X グリッド1かなに変わるという形ですね。X テストじゃなくて X グリッド1にデータを変えて実行、プログラム、グラフ化してみると、赤が元々のこの Excel のデータですね。で、青が先ほどのテスト、X テストですね。6つしかないデータの予測値。で、この灰色のグレーの線が、20日目の時だったらいくら、40日目の時だったらこんだけというふうなですね、連続した、この X グリッドの値ですね、に対応した予測値が、連続した予測値がグレーの線になります。ここのところがですね、先ほどは直線だったんですけれども、このように、X テストのですね、データを変換することによって、比較的いい予測が得られるんじゃないかなというのが確認できます。はい。基本的には、これまでで、多項式回帰のプログラム処理は完了ですが、せっかく作った、この朝顔の成長予測アプリですね、ここだけで使うのはもったいないので、ウェブで公開しようと思うと、Pickle のファイルが必要になってきます。で、Pickle のファイルの出力は、こんな感じで、実行すると出力できます。ちょっとどこまで実行したのかわからないので、一回全部走らせておきます。そうすると、このあたりがですね、多項式回帰っぽいですね、フィットトランスフォームしないといけないとかですね、多項式回帰で、もう一回線形回帰で予測するとか、というちょっと特徴的なコードになっています。で、結果的にはモデル3ピックルという、ファイルが出力される風になっています。で、実際に使えるかどうかっていうのは、モデルピックルを開いてですね、で、このあたりも多項式回帰っぽいんですけれども、フィットトランスフォームで、例えば、50という値ですね、先ほどのテストの時使った50という値を入れてみると40、3センチぐらい、だいたい一緒ぐらいになっているんじゃないかなというのが確認できます。なので、ピックルファイルがうまくできたと。で、これを、ウェブアプリケーションの方に、当てはめてやればいいということですね。で、今回は、こちらのものを使ってで、いきます。テンプレートですね。API パイを走らせて APP パイを走らせれば、予測のアプリケーションが利用できるというふうになります。ちょっと内容を確認しておきますと、API パイは、フラスクベースに作ってるんですけれども、このモデルピックルをですね、ウェブ上で使えるようにすると。データが入ってきたら、この X という値ですね。データ。この値、ポストでデータが入ってきたら、変換していって、で、結果的には、モデルプレディクトで予測値を、また返してあげるというようなで、処理内容になります。で、これは、このポートで開くということですね。はい。で、APPy を実行した後に APPy で、これを実行すると、インプット HTML が最初に起動して、これは入力画面ですね。で、入力画面で、入力画面、この時はこれですね。で、入力があったら、ポストされたら、そのデータが、日付の、何日目の日付が欲しいというデータ、数字が入ってきたら、それが線地に置かれて、で、ここにアクセスされて、で、センチが、これに変換されて、で、X が返ってきて、それが、アウトプット HTML ですね。これを入力した後の予測値が、これがアウトプットですね。アウトプットで、入力したデータが、ここの API で処理されて、演算された予測値がここに出てくるというような流れなんです。これは、5000番で開くようになっています。これが、大まかな、ウェブアプリケーションの流れになってきます。
これをですね、まあ、ローカル環境で、実行するのも一つだと思いますし、それから、これをですね、簡単に実行できる環境としては、同じように、Gitpod で実行すると簡単だと思います。Gitpod ですね。で、この後に、スラッシュで、この GitHub の URL ですね、をコピペして実行してやると、自動的に読み込んでいきます。Gitpod は GitHub のアカウントがあれば無料で、誰でも利用できるようになっていますね。ちょっと時間がかかります。まあ、自分のパソコンに、Python とか、アナコンダとかそういう、環境がなくてもですね、まあ、GitHub で公開されているプロジェクトを実行できるのが、特徴的かなと思います。ただ、ここには、Pickle のファイルがありませんので、先ほどここで実行したときに出来上がった Pickle ですね。こちらですね。これを、コピペでいくのかな。コピペで、今から立ち上げるここに、Pickle ファイルを入れておく必要がありますね。ピックルファイルを入れる方法は、ファイルの、アップロードファイルかな。で、ピックルファイル、どこだったかな。Python AI Flask 1-1。Python AI Flask 1-1。これですね。こちらを、今動かしているプロジェクトの方に入れます。で、ちょっと3がいらないので、リネームですね。で、変換しておきます。ちょっと中身はよくわからないですね。はい。で、まあ、Python 実行するとき仮想環境を立ち上げるのは定番とは思うんですが、まあ、この Gitpod のテスト用のプロジェクトになりますので、まあ、このまま、リクエプメンツを読み込んで実行すればいいかなと思います。この時は PIP3 ですね。この、実行環境 PIP3 のインストール R のリクアイアメンツ。続きが間違えてますね。こちらでいいのかな。Python 3が必要ですね。で、これで API が立ち上がりましたので、こちらの、起動をクリックして、これは、まあ、ブラウザで見ても、何も出てこないと思います。で、もう一個ですね、今 API Py が動いている状態です。とは別に、APP Py を実行します。と同じこれディレクトリなんで、Python app py ですね。Python 3ですね。すいません。そうすると、5000番が開いていいですかとありますので、expose で、許可すると、まあ、プレビューでもブラウザーでもどっちでもいいんですけど、プレビューを確認すると、こんな風に、このテンプレートの、インプット HTML かな。それが読み込まれているような形になります。で、まあ、試しに50というデータを当てはめてみると43。先ほど、この Jupyter で紹介した、50日目ってどっかだ。これですね。と同じような、出力結果が、得られていると思います。43日ですね。はい。で、まあ、試しに、問題だった初期値のあたりですね。すると、マイナス1と。まあ、線形回帰の時に比べれば、まあ、マイナス値がですね、
マシなのかなというようなことが確認できます。まあ、あとは、プログラムの中でマイナスだったら、ゼロにしてくださいとか、もともとのその、データが少ないので、もうちょっと違うですね、朝顔の成長記録のデータがあれば、より、訓練できたですね、正確な予測ができてくるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、以上のプログラムをまとめたのが、この GitHub に上がってます。長くなりましたが、以上で、朝顔の成長を予測できる人工知能アプリの、ご紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。